エッド・オレバスティコは、イタリア王国の軍人、陸軍元帥、ボローニャに生まれる。軍歴の最初は、第3ベルサリエリ連隊へ、士官候補生としての配属。第一次世界大戦中は、様々な師団司令部で、参謀将校を務めていた。1927年に准将に昇進し、1932年に、師団司令官に就任。 独裁者ベニートムッソリーニに黒シャツ大師団の編成を命じられた。1935年、第二次エチオピア戦争に従軍し、軍団司令官となる。第二次世界大戦中の1940年、ドデカネス諸島総督に任命される。翌1941年にリビア総督、軍総司令官となった。ドイツアフリカ軍団は公式にはバスティコの霊下にあったが、 バスティコはたびたびその司令官ロンメルと対立し、爆弾にちなんだボンバスティコというあだ名をつけられた。1942年にロンメルが元帥に列せられると、バランスを取るためにムッソリーには8月12日にバスティコを元帥に列した。エルアラメインの戦いに敗れ、アフリカ疾患が目前となった1943年2月にリビア総督を解任された。 その後は終戦まで軍部に就くことはなかった。戦後は軍事史や作家として活動し、1957年にはイタリア共和国功労勲章を授与されている。1972年に96歳の長寿でローマにおいて死去。イタリアを国陸軍元水最後の生き残りであった。1970年代までバスティコの評価は惨憺たるものであった。 バスティコと同時期に北アフリカ戦線を戦ったロンメルが有能なドイツ軍人として神話化されたことでロンメルと対立したバスティコは至急的で無能なイタリア軍の将軍の典型例として賠償化されたのである。この傾向はグデイリアンやマンシュタインら他のドイツ軍将校の回顧録においてイタリア軍はじめ同盟国が将校から兵士に至るまで軟弱で 軍備も貧弱であるとの評価がなされたことによりさらに強められていた。しかし1980年代以降、軍事史研究の中でドイツ軍の再検討が進められ、ロンメルの戦略率暗能力に疑問符が付けられた結果、上記のような評価は大きく修正されることとなる。具体的には、当時北アフリカに集積された物資のデータなどが検討された結果、補給、 作戦支援的観点からエル・アラメインへの進撃に反対したバスティコやカバレーロ、ケッセルリンクの視点は妥当であると指摘されたのである。これらの研究を通し、バスティコは現在、北アフリカという戦場をよく理解し、補給の重要性を正しく認識できていた優秀な上級将校として再評価が進められている。ゼネラル・エッド・オーレ・バスティーコ・カマンド・シュプレモ。ありがとうございます。